奈良道は日本の現代美術家であり画家彫刻家である。世界的に評価されている美術作家でニューヨーク近代美術館やロサンゼルス現代美術館に作品が所蔵されるなど日本の現代美術の第二世代を代表する一人。特徴的なこちらを見返す人物をモチーフにしたドローイングやアクリル絵の具による絵画で知られる。青森県弘前市で出生後。 青森県立弘崎高等学校卒業まで、弘崎市で育つ。武蔵野美術大学を1年で中退して、1981年に、愛知県立芸術大学美術学部美術科、油絵専攻に入学し、1985年に卒業、1987年に、同大学大学院修士課程を修了した。河合塾畜作工美術研究所講師を経て、 届く、1988年ドイツ、国立デュッセルドルフ芸術アカデミーに入学、AR ペンクに支持し1993年に、マイスターシューラーを取得し、アカデミーを修了した。1994年から2000年までは、ケルン近郊のアトリエを拠点に作品を制作した。1998年に、カリフォルニア大学ロサンゼルス校にて、非常勤客員教授を、 村上隆と共に3ヶ月間務める。1995年には名古屋市芸術奨励賞を受賞した。2000年にはドイツでの12年間の生活をえ帰国した。2001年には日本における大規模な古典アイドンマイイフユーフォーゲット ME を横浜美術館で開始し、広島市現代美術館や吉井酒造連合倉庫など、 開始国内の5カ所の美術館をめぐった。2005年からは土地が安いという理由で東京近郊の田園地帯に移転している。2006年度に武蔵野美術大学客員教授を務めた。2010年には米文化に貢献した外国出身者を称えるニューヨーク国際センター賞を受賞。アジア人としてはヨーヨーマに次ぐ受賞であった。2013年には 芸術戦勝門部科学大臣賞を受賞した。2013年以降は、ブルムポー、ペースギャラリーで発表している。音楽が好きで、作品制作も音楽を流しながら行う。少年ナイフ、ブラッド・サー・スティー・ブッチャーズ、ザ・スター・クラブ、マシュー・スウィート、REM の CD ジャケットを手掛けており、ニルバーナのカート・コバーンを模したと思われるキャラクターや、 G. ミッシェルガン・エレファントの CD ジャケットをパロディー化した作品を描いたりしている。60から70年代の洋楽にも詳しく、マイナーレーベルの SSW やロック、またルーツミュージックにも造形が深い。手作りの小屋の内側を中学、高校時代に聴いていたレコードジャケットで埋めた作品もある。ミュージシャンとの交流も多く、ニューヨークでの展覧会をオープニングに、 ヨーラー・テンゴやデボラ・ハリーなどが来ている。一人で作品制作を行ってきた奈良であるが、吉友奈良グラフ A2Z では、クリエイター集団グラフと共同作業で展示会場作りからの創作活動の旅を行った。台湾、韓国、横浜へと移動したその展覧会の様子は、ドキュメンタリー映画、奈良、奈良道との旅の記録として2007年に、 劇場公開され、後に DVD として発売された。カレーライスが好物で、2001年に漫画、おごってじゃんけん隊にゲスト出演した際、当時のアトリエの近所にあるここ一番屋をおすすめの店として挙げている。また、最近では松屋にもよく通っていると、ツイッターで述べている。東北地方太平洋沖地震に関する活動の一つとして、 宮城県で開催されているアラバキロックフェストに2011年から連続して参加している。奈良による少女をモチーフとした作品群奈良道のアート作品の大きな特徴は丸みのある輪郭を持った可愛らしい少女をモチーフとした作品が多いことである。絵画やドローイングで言えば睨みつけるような目をした女の子を描いた作品とは 奈良のトレードマーク的なものとして広く知られる。彫刻などの立体作品においても、少女を題材としたものが大半を占めるが、その一方で、青森県、ドッグスフロム・ユア・チャイルド・フッドなどのように、犬などの動物を題材としたものも見られる。このように、純粋無垢で可愛らしく無邪気さ等が感じられる、造形を展開しつつも、 その中にどことない悪魔的な要素を盛り込んだ作品は、奈良独特のものというべき特筆事項である。奈良自身は前述の通り音楽好きでもあることから、これは、いわゆるパンクロック文化等に影響されたものと考察する見方もある。美術手帳などで取り上げられているものを中心とし、以下に奈良の代表作をいくつか解説する。これらの他にも、 日本の著名な浮世絵作品の一部に少女の姿を加えてパロディ化した作品なども制作した。ありがとうございます。